1990年代の初期の3ピザボックス型スパルックステーション1、25メガヘルツスパルクプロセッサスパルックステーション、スパルクサーバー、スパルクセンターは3マイクロシステムズが開発、販売したスパルクベースのワークステーションとサーバーのシリーズである。デスクトップ型、デスクサイド型、ラックマウント型が存在する。最初のスパルックステーションは 1989年に発表されたスパルックステーション1である。このシリーズは大変人気があった。3-4アーキテクチャの派生であり、以前に3-4-260で導入されていた 3-4C アーキテクチャを使用した。モトローラの最新のプロセッサの開発が遅延したこともあって、スパルックステーションシリーズは事業全体として 大変成功したものとなった。スパルックステーションの名前がついている最後のモデルは、スパルックステーション20である。このシリーズは1995年に、サンウルトラシリーズに置き換えられた。同じモデル番号のデスクトップ、デスクサイドのスパルックステーションとスパルックサーバーは、基本的には同一のシステムである。サーバーとして指定されているシステムが、通常ヘッドレスであり、 デスクトップではなくサーバーの OS ライセンスを合わせて販売されたことが唯一の違いである。例えば、スパルックステーション20とスパルックサーバー20は、マザーボード CPU、筐体設計、他の大部分のハードウェア仕様が同一である。ほとんどのデスクトップのスパルックステーションとスパルックサーバーは、ピザボックス型、またはランチボックス型の筐体であり、 3と同じ時期の競合機種に対する重要な違いであった。スパルックステーション1、2、4、5、10、20はピザボックス型である。スパルックステーション SLC とエルクは3モノクロモニタ筐体と一体化している。スパルックステーション IPC、IPX、スパルククラシック、スパルククラシック X、スパルックステーション LX はランチボックス型である。 ピザボックス型スパルクステーション20の正面と背面シナバンが30または70で終わっているスパルクサーバーモデルはデスクサイドペデスタル型の筐体である。シナバンが90で終わるモデルとスパルクセンター2000はラックマウントキャビネットに格納される。スパルクサーバー1000シリーズのフォームファクタは大型のラックマウント可能なデスクトップ型であった。 あとのスパルックステーションシリーズのスパルックステーション10と20は M バス高速バスに基づいているためマルチプロセッサ構成が可能であった。これらのシステムはシングルまたはデュアルプロセッサをパッケージした M バスモジュールを1つまたは2つ使用することができた。スパルックサーバー 600MP シリーズの登場まですべてのスパルックステーションサーバーモデルは 3-4シリーズのモデル番号も割り当てられた。後のモデルは S で始まる。モデル番号が付けられた。各カテゴリのモデル一覧は、およそ時系列で並べている。スパルククラシックは当初、スパルクステーション LC と呼ばれていたが、スパルクステーション LC クとの混乱を避けるため、発売前に解明された。上記の構成は、3マイクロシステムズがサポートしている構成であることに、 注意。スパルックステーション、サーバーシステムでは、各種のサードパーティによる、プロセッサーアップグレードが、利用可能であった。例えば、スパルックステーション2や IPX に搭載するための、8 0ヘルツのウェーテックパワーミューピーや、最大2 0 0ヘルツのクロックスピードで動作する、ロスハイパースパルク M バスモジュールの利用が可能であった。また、上で述べた通り、 スパルクステーションとして発表されている一部のモデルは、スパルクサーバーとしても利用可能であり、逆が可能な場合もあった。ありがとうございます。